練習の合間にしっかりと水分補給をしないといけませんね。綺麗な柄の風鈴を見つけました。部屋に飾るのもいいですね。今年はひなと一緒に花火大会にでも行ってみようかしら。アコもお姉ちゃんと一緒にお祭りの和太鼓叩いちゃおうかな。夏休みは海にも行きたいし、山にも、遊園地も行きたい。アコ、コウモリ柄の浴衣が着たいな。超かっこいいよね。ライブ中は全く暑さを感じないのに、不思議なものね。練習を終えてスタジオから出た時が一番夏を感じるわね。あの時のウォータースライダー、たまに乗りたくなるの。海にプール、最近よく外に出ている気がします。 NFO にも水着衣装が実装されました。欲しいな。外も楽しいけど、やっぱり涼しい家が好きです。髪がなかなかまとまらなくって、今年の水着はちょっと攻めてみるのもありだよね。昨日クーラーつけたまま寝ちゃってさ、気をつけなきゃ。